今年19の大学生で彼女ができたことがありません。周りの友達みんなできているのですが、こんな自分に劣等感を抱くのですが、どうすればいいのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。これね、わっちは、まあ、いろいろ、性以外のこともお勉強しておりまして、最近読んだのだと、アドラー心理学ってね、結構一時期流行ったかな、嫌われる勇気とかっていう本のタイトルとか見たことありません？で、まあ、それはアドラーさんという人が、まあ、その提唱している説を、日本の、先生が、解説をしてくれている、そして、日本の作家さんが、文字を書いているっていう本なんですけれども、なんかね、そのね、わっちはね、そのアドラー心理学信者ではないんだけど、なんかむしろそもそもわっちが生まれて生きていく中でこれってこうだよなって、なんかいろいろ思っていたことをわかりやすく言ってくれてるから、アドラー心理学の中で、あ、だからもうこれを引用する方が早いんじゃねえかと思って、最近よく引用している、やつなんですけど、そのね、劣等感っていうのがね、持っちゃいけないんじゃないかというか、なんかこの劣等感持つ自分なんて最悪って思うかもしんないんだけど、実はその劣等感っていうもの自体はそんなに悪いものではないんですよ。っていうのも、そのなんか何かしらに対して劣等感というか、あ、ここが自分は足りないなとか、ここがこういうところがこうだったらいいのになって、なんか思えるきっかけがないと、なんか特に何かをしようという気が起きないじゃないですか、人間は。だから別にまあ劣等感を持つこと自体は悪いことじゃなくて、結局その劣等感を持った後の何がしんどいかって言ったら、その劣等感にとらわれているっていう状態がしんどいわけですよ。この劣等感自体は、そのじゃあ周りはみんな彼女がいて羨ましいなっていう思いがあるのであれば、そのじゃあその誰かとお付き合いをするにはどうしたらいいんだろうっていう、そのいろんなことをこう試していくっていう方向に、その劣等感を生かすと、結構その生きる上でのパワーというか、何かをやろうっていう原動力になってすごくいいんだけど、結局それをやらない方が人生って楽なんですよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ、そのじゃあ恋人ができるために、恋人と出会うために、なんか合コンに行こうとか、なんかアプリでいっぱいメッセージしようって、ぶっちゃけ結構大変なんですよね。で、それをやらずに、ああ自分なんてこんなんだから、彼女ができないんだって思って家でうつうつとしてる方がぶっちゃけ楽なんですよ。何もしなくていいんで、そっちの方が。で、それを繰り返していくと、その劣等感にとらわれる、まあ劣等コンプレックスなんて言い方をするんですけど、劣等感にとらわれてしまうっていう状況になるんですよ。だから、なんか恋人が欲しいなって思うのであれば、その、まあ、異性が好きか同性が好きかはちょっとわからないですけれども、自分の恋愛対象の人と、一緒に何かができるところとかがいいですね。ただ会っただけでも、あ、こんにちはって言っても、そこからは何も生まれないので、なんかクラブ活動、それこそ大学生のね、サークルもあるでしょうし、まあ、ちょっと今、科なんでどういう活動なのかわかんないですけど、何かその、これはね、わっちがね、バーチャルオイランだから言えることですけどね、人はね、同じ箱の中に詰めといたらなんか起きる。同じ箱に詰めて長時間一緒にいると、なんかむしろなんか最初は全然この人のこと好きじゃないなって思ってた、なんか最初ちょっと減点だったみたいな人の方が、なんならその後の加点がすごくでかくなるから、いや、逆になんか長期戦で見ると結構有利みたいなこともあったりとかするし、なんかポイントは何か行動をすることじゃないですかね。うん。で、さらに言うと、なんかその別に、じゃあ彼女がいる人が素晴らしい人間なのかというと、決して別にそうではないという。なんかその、これはね、まあ、わっちちゃんは今、もう年取るのはやめたんですけど、とりあえず成人女性なんですよ、わっちちゃんは。で、成人女性やってみて、また出会うね、人々に対して思うことは、なんかその、なんか自分がいいなって思う人が別に
何歳の時に初めて彼女ができましたとか、今までいたことないですって言われても、だから別に関係ないかなみたいな。その、誰とも付き合ったことない人とは、別に付き合いたくないって思うんだったら、その人はそこまでじゃないみたいなさ、感じなんで、別にそのなんだろう、なんか人間って承認性な感じするじゃないですか。認証性というか、なんか結婚しているんだったらちゃんとした人とか、彼女がいるんだったらなんかちゃんとした人みたいになんか思ってしまうことってあるかもしんないけど、いや全然そんなことないからね。彼女いんのにクソみたいなやつもいるし、家族いんのにクソみたいなやつもいるから、っていうことは別にそのパートナーのありなしってその人の価値と関係ないんですよ、はっきり言って。で、まずそこの前提が、なんかいないっていうことは自分がいけないのかなって思いすぎてると、それでまたしんどくなるよねっていうのと、何かそれでもやっぱり自分は彼女が欲しいんだっていう気持ちが強くて劣等感に苛まれているのであれば、それはもう行動するしかないよねっていうふうにわっちは思いますけど、いかがでしょうかね。はい。